続きいきます。先週の週間 MVP は平成門王者。はい、ありがとう。今週は野郎族の格闘大会にパートナーと出場してもらうぞよ。はい、格闘大会やで。王家の恥の戦いを告白のじゃぞ。いよいぞい。格闘大会はキャラウェイと、あと、なんだっけ、強いやつを使おうって形です。早速私のターンでございやすな。こんにちは。はい、あしゃあない。スパルタ教育を受けてもらいましょう。ほな行くで。いやーいやー、13ポイントありがとうございます。ちょうどいいな、プレゼント渡す機会やで、あんちゃん。まあチコリで今回は戦闘しましょう。めちゃめちゃ強いんですよな。ついでにプレゼントを渡しつつ、へへへ。意外に増えるんだね。そんなに増えねえな。運が悪すぎない？週末の冒険に誘いましょう。チコリは強いぞ。でも好感度が高くないと強くはない。進化を燃やしてぶっ潰すみたいな形にはならないです。なんでござんしょう。ひっ、やっぱこの人怖いよ。ふふふ。ほい。でもね、キャラはええ、兄貴もね。お。これは、え？フクライドレス？いいよいいよ、あげるよ。7個。すごいことになってんね。はい、冒険パートのお時間です。今回は野郎族の村ですな。うんね。というわけで行きましょう。野郎族の格闘大会、いざ戦おう。第1試合、よし。やってやろうじゃねえの。かかってこいよ。行きましょう。え、HP、え、それは聞いてないんですけど。HP、そんなもん上から叩かれたもん勝ちじゃねえかよ。マジか。マジなのか。干渉の、あ、でも、こっち、勝ちかな。やったね。もう優勝候補が分かってますね。見えてんね。いいえい。これが勝利の、V サイン。強い。有権者の女の子たちの心の内が、そろそろ気になる頃でしょう。ですね。出身期の中学生みたいにね。サフランさんに先週末時点での投票結果を占ってもらったわ。お、見せてもらおうか。それでは発表します。はい、やった。どうなっちゃってるんですか。じゃ、お兄ちゃん頑張ってね。
圧倒的勝利がもう見えてきましたね。やっぱりね、ブロッコリー程度には勝てやしねえですよ、俺には。ありがたい。努力しろよ、お前ら。大変じゃ。どうした？城の宝物庫から家宝の王家の紋章が盗まれてしまったんだ。毎日の警備ガバガバじゃねえ。どうなってんですか？海賊のタラゴン船長じゃん。はい、わかりました。そんな譲るようなもんなのか。よし、いざ出陣。キャラウェイのところ行きましょう。今回はね、外におる？毎度確認せえへんからこんなことになるんやで。はい、えっちらおっちら行きましょう。こんばんは、クラチくんいますか？会いに来ました。どうも。いや、プレゼントを渡そうかと思いまして。あれ、待てよ、ちょいと待って、もう一回。そこまで上がんねえや。そうですね、今ね、何を間違えたかというとね、ひどい間違いをしたわけですな。そんなことはどうでもいい。ひどいこと言うね。ひどいこと言うね。今ひどいこと言ったな。よし、バイバイ、またねと挨拶を交わしていきましょう。この可愛い犬が何だ。どうして私の追っているの。知りたいんでした。他人の不幸な目聞くって楽しいですもの。いや、そうでもないっすよ。父上、大須の目をある妖子に挑んです。うん、宿敵チャーブたって一万兵を一瞬にしかやめた男よ。二人に強い一番つきた。私、亀さんに二人の先はそのくはあ、チャービーの首こう叫んだのよ。ゴールドの家に生まれる子にロイ、そして半年後、今はチームスクをつけた赤ん坊が生まれて、私と母のお腹から。お前重いんだよな。よし、冒険だ。ようこ、ああ、ようこそ海賊船ネプチョン号へ。王様候補のおじさんがお目になって聞きましてね。ずっと何に？王様と同じ声してんの。グルカ、そうなんか。お係はいつものバチでお待ちしてたよ。あ、どんに戦ってくだ。いいね。ライズを追いかけとちげっておる王子様。マスター。お？あ、そう。紋章は私たご預かります。よーし、行きましょう。まずは身内を倒していきましょう。このゲームに対して重要なことはこれです。よいしょよいしょ。やったね、すごいですね、キャラウェイさん。ほら、敵はどこじゃと聞いとるんじゃい。敵を倒せばいいでしょという話ですね。やってやろうじゃねえの。弱い、強い。すんごいことになったんぞ。おい、来いよ来いよ。弾取る覚悟はあんだろ。ああ、それは聞いてないから。やめてね。強い。この嬢ちゃん強いね。やった。強くない？キャラウェイさん。とりあえず、宝箱を回収していくスタイルで
ウサギかな。みんな戦ってくると思うんで、来いよ。まとめて相手にしてやるよ。恐怖の利を狙っていく。強いぞ。ちょっと待って、主人公の出番なくない？どいつもこいつも弱っちいな。いいぜ、俺が相手してやる。ひどいですな。はい、以上。強いね、キャラウェイさん。強いですね。金の玉、金の玉か、これですね。よいしょ。イエイ、なんかレベルアップ。このレベルアップって多分カービィ並みに意味がないんじゃないか。カービィのさ、あれみたいに。よーし、やってやろうじゃねえ。刀の錆にしてくれよ。オッケー。なんか黄金のバナナが降ってきそう。もう虫の息やないかい。オーバーキルだ。こっちが強すぎた。命ばかりはお助けを。もちろんこれはお返しします。ありがとうございます。王家の紋章、金の玉、金の玉捨てがてえな。だ、金の玉だぜ、金の玉。最高じゃん、もう金の玉というね。はい、やったね、やったね、やったね。イエイ、17。うわ、このゲームすごいな。おい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 。またレベルアップですな。当分はレベルアップだけでステータス上げるのもいいかもしれないですね。十分じゃないか。はい、さて、王子様でも倒しに行きますか。今日も元気に倒そっかねえ。わっせわっせわっせ。はい、こんにちは。倒しに来ましたよ。13か、結構残ってんね。だとしたらサイコロ1個でなんとかなったな。対人戦が強すぎる、対人戦が強すぎる。ほい、ま、王様公認ですし、お寿司許してね。何もらっちゃうかな。ブルーダイヤをいただこうかしら。10。すげえや。すげえや、もうこれ。勝ちだよ、勝ち。俺は王様でいいや。この時点で俺は王様じゃん。いえい。ありがとうございます。もういらないんだけどな、こんなに。本当によ。次はマジョラムの館。まあやっていきましょう。ムムミラネン。そうですね。はい。人が誰もいないっていうのも寂しいな。はい。週末の冒険です。よし、ほなまたバイバイ。はいはい、ね、頼冒険のお時間です。はい、よっこらしゃ。ドッペル君倒しますか。よいしょ、ドールエイド。よいしょ。このシスターめちゃめちゃ強いやん。また気合のサイコロだ。気合のサイコロを捨てて気合のサイコロにしようぜ。いや、闇の薬いらんね。やった。やった。なんだこの量。ものすごいですね。
うわ、上がる上がる。そらレベルアップもするわ。だからこれはカービィ並みの無駄なレベルアップなんじゃないかなって。まあ、絶対力回復は必要だけどさ。優しい。今日は終わり。はい。というわけで、今回はここまででやすな。それじゃあ、いつもの女の子紹介へ、レッツラゴー。こんにちは、王子様。私、クミンと言います。この家の主は、元名のある忍者だったんです。私、弱虫の性格を直したくて、思い切って田舎から出てきて弟子入りしたの。だって、くの一って強そうじゃないですか。でも、やっぱり才能ないみたい。とりあえず格好だけはそれらしくしてるんですけど、あまり期待しないでくださいね。分身の術も火遁の術も使えないんです。自慢じゃないけど、こないだも手裏剣を足に刺しちゃってやっと治ったとこなんです。でもたまには冒険にお供させてください。一生懸命やりますから。